私たちの息子ダニエルはアフリカで伝道中に重い病気にかかり設備が限られた医療施設に運ばれました病気になった息子から初めて手紙が届いた時落胆しているだろうと思いましたが彼はこう書きました病院で横になっている時でさえ平安な気持ちだったよこれほど一貫した打たれても負けない幸福感を味わったことはないよ この言葉を読んだ妻と私は胸がいっぱいになりました一貫した打たれても負けない幸福感そのように幸福を言い表すのを聞いたことがありませんでしたが真実だと思いました息子が述べていたのは単なる満足や高揚感ではなく神に身を委ね全てのことを主に信頼するときに与えられる平安や喜びでした私たちもまたこれまでの人生で つらく先が見えない時でさえも神が平安を告げ望みを抱かせてくださるのを経験したことがありました。リーハイはこう教えています。もしアダムとエヴァが堕落しなかったならば不幸を知らないので喜びもなく罪のない状態にとどまっていたであろう。しかし美世全ての物事は万事をご存知であるお方の知恵によって行われてきた。アダムが堕落したのは人が存在するためであり。 人が存在するのは喜びを得るためである私たちが主とその計画を信頼するなら逆説的な方法によって苦難や悲しみは私たちが喜びを経験する備えとなるのです13世紀のある詩人はこの真理をこのように表現しています悲しみはあなたを喜びに備えるそれは家にあるものを荒々しく一掃し新たな喜びを迎え入れる場所を作る 心の枝から黄色い葉を揺り落としそこに新緑の若葉が育つようにする腐った根を引き抜き下にある隠れた新しい根が伸びる余地を作る悲しみがあなたの心から振り落とすものが何であろうとはるかに良いものがそれにとって変わるのだネルソン大艦長は私たちに教えられました喜びはいつも私たちに与えられると。 私たちの悲しみや困難はより良いものが与えられるのです福音の良い知らせは悲しみや困難のない人生を約束しているのではなく目的や意義深い事柄で満ちた人生を約束しているのです救い主はこうおっしゃいました「あなた方はこの世では悩みがあるしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝っている」 主の福音は希望のメッセージですイエス・キリストにおける望みと結びついた悲しみには永続する喜びの約束が伴うのです約束の地へ向かうヤレドの旅の旅に関する話は私たちの現世の旅を象徴しています主はヤレドの兄弟とその民に私はあなた方の前を行き地のあらゆる土地に勝った襟抜きの土地へとあなたを導こうと言われましたそして主は 数隻の船を作るように命じられると彼らは従順にそれを作りましたしかし作業が進むにつれヤレドの兄弟はその船の設計に問題があるのではないかと懸念を感じます彼はこう言いますお主よ私はあなたから命じられた務めを果たしあなたから指示された通りに船を作りましたしかし船の中には光がないのです主よ あなたは私たちに暗闇の中でこの近江を渡らせようとするのですか皆さんもそのように感じたことはないでしょうか主の命じられた通りに生きようと努力しても義にかなった望みがかなえられない時暗闇の中を歩んでいると感じることはないでしょうかやれどの兄弟はその後船の中で自分たちが生き延びる力があるのだろうかと懸念しましたまた私たちは死んでしまうことでしょう 船の中にある空気だけでは呼吸できなくなるからです人生における困難のため息が苦しくなったことやどうやって一日を乗り越えることができるだろうか天の家に戻れるだろうかと思ったことはないでしょうか主はヤレドの兄弟と共に懸念を一つずつ解決していかれましたそしてこうおっしゃったのです私が海の波と吹きつける風と寄せ来る多くの水に対してあなた方のために方法を備えなければ あなた方はこの大いなる深みを渡ることができない主ははっきりと主が共におられなければヤレドの民は約束の地にたどり着けないとおっしゃったのです彼らは旅を思いのままに進める力はなく大いなる深みを渡りきる唯一の方法は主を信頼することでしたこうした経験や主から教えを受けることでヤレドの兄弟の信仰は深まり主への信頼は強められました ヤレドの兄弟の祈りが質問や懸念から信仰や信頼へと変わったのを注目してください。主よ私はあなたが一切の権威をお持ちであり、あなたが人のために望まれることは何でもおできになると知っています。誠に、あなたにはこれができます。あなたが大いなる力を示されることを知っています。その力は人には小さく見えますが、大いなるものです。ヤレドの民はその後、船に乗り込み、 主なる神に身を託して海に出たと記されているのです。託すとは信頼して任せるすなわち委ねるという意味です。ヤレドの民が船に乗り込んだのは自分たちの旅がどのようなものになるかがはっきりと分かっていたわけではありません。彼らは主の力と慈しみと哀れみを信頼することを知っていたので。 その身と心に抱いたかもしれないあらゆる疑いや恐れも主に委ねて船に乗り込んだのです最近孫のエイブは乗り物が上下するメリーゴーランドに乗るのを怖がっていました動かない方に乗りたかったのですおばあちゃんが大丈夫だよと説得したところ彼は彼女を信頼して乗ることにしましたそして大きな笑みを浮かべて言ったんです大丈夫じゃないけど大丈夫 おそらくヤレドの一行もそう感じていたかもしれません神を信頼するとは最初は全て大丈夫だとは思えないかもしれませんが後に喜びが得られるのです旅は容易ではありませんでした砕ける山のような波のために何度も海の深みに沈められましたそれでも風は一度も止むことなく約束の地に向かって吹き続けたのです人生において向かい風が強く吹きつけ 海が荒れ狂うにに理解をすするのは特に難しいです神がその限りない慈しみを持って絶えず天の家に向かって吹く風を私たちに送ってくださることを知ることで慰めを得られます記録にはこう書いてあります「彼らは進んで行き海の怪物も彼らの船を裂くことができずクジラも彼らの船を害することができなかった海上でも海中でも彼らには光があった」 私たちは死や肉体的精神的な病あらゆる種類の試練や苦難の巨大な波が押し寄せる世界に生きていますそれでもイエス・キリストを信じるなら死を信頼することを選ぶなら海上であれ海中であれいつも光があるのです神が約束の地に向かって吹く風を送るのを決しておやめにならないと確信できるのですヤレドの民は船の中で波に翻弄されていた間 主に賛美の歌を歌いました一日中感謝し主をほめたたえたのです夜になっても褒めたたえるのをやめませんでした苦難のただ中にあっても彼らは喜びと感謝の念を抱きました約束の地にはついていませんでしたが彼らは主に対する一貫した打たれても負けない信頼があったので約束された祝福を喜んでいたのです ヤレドの民は会場を344日間運ばれていったのです想像できるでしょうか主を信頼することには主の時期を信頼することが含まれます人生の嵐を持ちこたえるだけの忍耐と耐久力が求められるのです最終的にヤレドの民は約束の地の海岸に上陸しました約束の地の海岸に足を振りおろすと地の表にひれ伏して主の前にへり下り 主が豊かに憐れみをかけてくださったことについて主の前に喜びの涙を流したのです彼らの船は私たちが信仰を表すなら私たちも同じように主のもとに帰ることができますそして主のかけてくださっている深い憐れみに対して私たちもひれ伏して喜びの涙を流すことでしょう 私たちがイエス・キリストを信じそして一貫して打たれても負けない信頼を寄せて選ぶ時に主は私たちの心に確信と平安を与え主によって解放されるという望みを抱かせてくださるのです私はイエスがキリストであることを証しします主の恵みは十分です主は世の光命 そして希望であられます私たちが滅びるのをお許しにはならないのです。イエス・キリストの皆により、アーメン